Умба зарада тупам! 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 Умба зарада тупам!
守護霊を下ろすには瞑想が必要です。三角形を作るように座り、体の力を抜いてリラックスします。次に大きく息を吐きます。息を吐き切ったら今度は鼻から吸います。その時7つ数えてください。そして息を止め4つ数えます。今度は口から息を吐き出します。8つ数え終わるまで吐き出してください。この呼吸を繰り返すのです。7つ吸い、4つ止め、8つ吐く。この呼吸を繰り返しているうちに温かい光に包まれるような気持ちになれるはずです。守護霊が降りてきました。
ナウマクサラバタタギャティイビアクサラバボッケイビアクサラバタタラタセンダマカロシャダケンギャキギャキサラバビギナウンタラタカンマン。天魔華道怪物商島山商浄土来魔界仏界道序理一層平等無差別。うさて、今あなたはどこにいますか？石畳の広場。奇靴を履いているわ。そうですか。では、今あなたは何歳ですか？14歳よ。名前はマーゴット。髪は甘色で柔らかく、三つ編みをしているわ。これから私は、ご主人様の上着を取りに行くの。目の前には、何が見えますか？噴水よ。ここでよく、兄さんと遊んだわ。では、もう少しその時代を遡ってみましょう。ええ。階段を降りるように、ゆっくりと。焦らずに。目の前に見えるトンネル、あれが犬なりトンネルだ。君にはわかるかな？あのぽっかりと開いた暗闇に息づく終わりのない悲しみ、そして恐怖が。君が私の研究所を訪れたのには訳がある。それは君が望もうと望まなかろうと導かれた一つの運命といえるもの。君には私の五感を通し、我々の生きるこの世界に重なるもう一つの世界、真なる霊界を知ってもらいたい。さあ、行きたまえ。君が賢明であることを祈る。
心地が良いな。もしもし、大丈夫？やっぱり、さっき嫌な感じがしたの。それで、あなたの身に何か起きたんじゃないかと思って。何があったの？そんなことが。ひょっとしたらあなたは今、たちの良くない霊の力に囚われているのかもしれないわ。まだそれほど深刻な状態にはなってないみたいだけど。でも、早めに手を打った方がいいわね。幸いその研究所にはいろいろな道具が揃っているわ。その中にはあなたを例の戒めから解き放ってくれるものもきっとあるはずよ。それは無理ね。私はそこに行けないし、力も届かないの。それに、あなたのいるその世界にはあまり干渉してはいけない定めなのよ。できるのは、こうして電話で話すことくらい。ごめんなさいね。だからもし困った時は電話して。アドバイスくらいはしてあげられると思うから。
もしもし？その様子だと、まだ例の戒めから抜け出せていないようね。私にできることあるかしら？そう。じゃあ、あなたの記憶にアクセスするわ。